皆さんこんにちは。マレーシアクアラルンプールを旅している春です。今回はマレーシアのチャイナタウンにやってきてます。このチャイナタウンはもちろん中華料理もあるんですが、パチモンもちょっと多いということで、東南アジアでパチモンを撮影して回っているので使命感に駆られて来ちゃいました。もちろん日本に持って帰ると没収されちゃうので買いはしないんですが、まあ、どんな感じのものが売っているのか今日は見ていこうと思います。ぜひ行った気分で最後まで楽しんでください。それではレッツゴー。では入り口はこんな感じです。中華街の中はもう光々と光が眩しい感じですが、その周りは全然お店開いてないです。ちなみに今夜の8時半ぐらいです。それでは早速行ってみましょう。あ、早速サンダルとか T シャツ、部屋着などが売ってますね。男性用の下着とか靴下とかも売ってますね。さりげなくルイ・ヴィトンとかグッチの靴下が売ってます。あ、ジョーダンとかナイキ・プーマもある。でここはマスク屋さんですね。いろんなマスクがたくさん売ってる。でめちゃくちゃカラーも豊富、ピンクとか紫とか青とかって日本なかなかないですよね。かわいい。これは50パックで15なんで50枚で450円です。おお、たくさん入ってる。あ、ベルサーチのすっごいギンギラギンの T シャツが売ってます。トミーとかサンタクルーズって言うんだっけ、あのスノボを好きな人がよく着てるブランドですよね。あ、値段書いてるぞ。29って書いてるから900円しないぐらいかな。おお、安いかもしれない。いろんな色がある。あ、ここは靴屋さんですね。グッチの靴とかスプロームピラ、面白い。あの3本線じゃなくて4本線なんだ。アディダスは3本線ですもんね。ブランドものでなくてもこういうサンダルとかは普通に可愛いんですよね。クロックスみたいなやつある。あ、すごい、バッグがいっぱい売ってる。おお、結構綺麗。ちゃんとビニール袋と箱に入ってますね。うん、なんか偽物って言われんかったら本物に見える。人通りはあまりいないですね。今日木曜日の夜なので、もしかしたらまあ金曜土曜とかの方がざわざわしてるのかもしれないです。お、バッグがいっぱい売ってる。おお、すげえ、めちゃくちゃある。ちゃんと取っては汚れないように、あの白いの巻いてるんですね。ではちょっと安っぽいな。バーキンにしてはちょっと安っぽさが出てますね。マイケルコースのバッグかわいい。あ、こういう靴下もかわいいですね。あの大阪のどこだっけ、ツルハシとかにこういう韓国の靴下屋さんありますよね。それに似てます。おお、マレーシアではベルサーチと建造が多い気がする。20ってことは600円、600円で財布売ってます。マジか。どうなんでしょうね。アルマーニの
財布も600円だそうですよ。すごい。でもすごい、これ見てください、マイケルコースの財布めぐれかぶれしてますね。まあこれだけ安くても買ってる人が全くいないってことは、まあそういうことなのかな。この辺りも600円コーナーかな。あ、バッグの他にも帽子だったりとか香水もたくさん売られてますね。でも鉢物の香水ってどうなんだろう、匂いが全然違ったらすごく嫌なんだけどな。こういったあの普通に着れる女性用の服もたくさん売られてます。でも個人的にやっぱベトナムの服が一番可愛いな。この辺りはいくらぐらいだろう、600円から800円ぐらいで買えるんじゃないかなと思います。あのハードロックカフェのクアラルンプールはこれ可愛いな、キラキラしてる。閉まってるお店も多いですが、こうやって道端にお店を出しているところも多いですね。あ、サンダルがいっぱいある。おお、何これ何これ、このグッチのサンダルめっちゃかっこいいぞ。あとマレーシアのいいところはこうがめつい接客が全然ないですね。もう好きにどうぞ、買うとき言ってねみたいなスタイルがすごくいいです。国によっては本当にもう二の腕掴んで引っ張られまくる国とかもあったりするので、まあ、コロナの時期を考えると今これはあのマレーシアすごくいいなと思います。メガネケースは2つで450円だそうです。2つで450円。おお、時計屋さんもある、いっぱいあるな。何のブランドがあるんだろう。あ、オメガとかゲス、アルマーニ、あ、ロレックスも、おロレックスもある。カルティエ、ロレックス、ロレックス、オメガ、ロレックス。すごいな、このお店、ロレックスがいっぱい売ってるな。あ、ポロのシャツが600円で売ってる。すごい、安いな。うん、全然分からん。あ、スーツケースも売ってる。道端に売ってるのすごいですね。え、こんなに堂々と売ってて何も言われないのがすごい。ここが十字路になっている場所ですね。焼き栗屋さんとかもあるのですごい香ばしくていい香りがします。ではこっちの右の方に行ってみようかな。お腹空いたんだよなー。おお、あ、ここはレストランかな。金、これ名前かな、金土木みたいな書いてる。ここすごいたくさん人がいるので食べてみようと思います。すごい地元感。はい、ではこちらがメニュー表です。まず上にこの大々的に載ってるホッケンミスモールサイズが400円ぐらい、これとこのローミースープ、あんかけスープのようなもの、これも400円、安いな。で、このスパイシーフライドライスのショー、これも400円。で、裏面はドリンクがあるんですが、チャイニーズティーがなんと24円、1杯24円で飲めるそうなので、これを飲んでみます。その他にも、まあ、コーラとかハニーレモン、水とかあるんですが、タイガービールはなんと660円するんですよ。めちゃくちゃ高い。じゃあチャイニーズティーやってきました。すごい、家で飲む麦茶みたい。ではいただきます。うん、普通のお茶、うん、麦茶よりも味が薄くてもうすっきりした感じです。
では先ほどのスープ、なんと麺が入ってました。それとフライドライスいただきます。ではフライドライスいただきます。うん、おいしい。ほんのちょっとピリ辛のカレー風味のチャーハンでした。で、あの豚肉とエビがね入ってるんですよ。それがすごく美味しい。うん、あんかけめっちゃ熱そう。あ、扇風機がいい感じに冷やしてくれてる。卵スープをあんかけにして太めの麺入れたような感じです。うん、めっちゃ美味しいし、エビもでかい。うん、そうめんとかラーメンならツルツルってすすれるんですけど、この麺すごく重たくて太くてすすれないです。もうこうあむあむ食べるような感じですね。では今日のメイン、ホッケンミーもやってきました。いただきます。すごい太くて黒い、うん、麺だ。ではいただきます。うん、美味しい。見てください、こういうエビとかイカがゴロゴロ入ってるんですよ。でソース、見た目も味すごい濃いんじゃないかなって思ったんですけど、ものすごく繊細な味がします。エビとイカの香りがほんのり、シーフードの香りがほんのりして、味付けも醤油とかソースとかでは全くなく、すごくあの優しくってコクのある味がします。これめちゃくちゃ美味しい。ではごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。ここであれだけ食べても1000円ちょっとしかかかりませんでした。あのマレーシアのチャイナストリート来られた方はぜひ先ほどの金なんちょろきというお店へぜひ行ってみてください。マレーシアのお土産屋さんもたくさんありますね。あとはあのスポーツ用の服もすごく多いです。エミレーツとかサッカーとか、なんかそういったこういうスポーツ用の服が多いです。なんじゃこりゃ、マフラー、帽子屋さん、ぬいぐるみも売ってる、なんでもありますね。あとマスク屋さんが至る所にあるのはもうコロナ禍だからこそっていう感じですね。でも、あ、値段書いてる。あれ60円、60円しない。めっちゃ安いやん。え、めっちゃ安いやん。なんかいいのないかな。ではこの黒と青を買おうと思います。20枚。 Hello, can I get this one? This two? Two ringgit. ではマスク購入しました。20枚で合計100円ちょっとなんで、1枚5円ぐらいで購入できちゃいました。安い。いや、いい買い物をしたぞ。薬局とかで買うよりかも安いかもしれないですね。今マレーシアは館内だとマスクは必須なんですけども、こういう外だとマスクはつけなくて OK だそうです。なので、まあ、駅中とかもっと人がこうわちゃわちゃってしてるところではつけてるんですけども、まあ、外なら、まあ、これぐらいの人ならいいかなと思って今マスクしてないです。でもその代わり動画見えてないところでも毎回なんか触るたびに消毒したりとかシュッシュしてるので、あの皆さんご安心ください。財布はいっぱいあるんですけど、これ可愛くないですか。モンブランの名刺入れ、これいくらするんやろ。あのハルデイリー名刺作りたいと思ってて、ちょうどいいけど、これはもう買わない、男性用だから買わないけど、値段聞いてみるか。あの、もともと3600円で提示されたんですけど、最終的に600円で OK だよって言われました。皆さん名刺入れは600円で買えるそうです。あの、道と道の間にこういうお店が結構たくさんあるんですよね。これ何が売ってるんやろうか。あー、ポーチ3つで600円、1個200円なんだ。
刺繍のポーチ1個200円、マレーシアって書いてる。あ、お土産にいいですね。あれ、これマグネットは3つで360円、1個120円、1個120円って安いですね。おお、飛行機の模型が売ってる。700円か。エアアジアの飛行機、皆さん750円で買えちゃいますよ。え、なんでこんないっぱいおるんや。絶対許可取ってないやん、こんなん。エアフランスとかある。日本のないかな。あ、フィリピンもあるし。あら、スカイマークもある。あ、いや、ニュージーランド。あ、洋服、T シャツとかも450円で売ってますね。え、これは破格じゃないか。プリント金ピカの T シャツ450円で売ってます。このあたりのもうちょっとしっかりした生地の分は900円ぐらいです。あ、ランカウイの特産品、ナマコの石鹸が売ってますね。これはあのマレーシアにあるランカウイ島で、あの、が発祥のナマコの石鹸なんですよ。人気らしいです。1個やったら360円、3つやったら1000円ぐらい。おー、まあまあするな。ほんまにナマコ入っとるんか、これ。足元がめちゃくちゃパリピですね。ここではスーツケース売ってますね。ちっちゃい方なら3000円、中ぐらいなら4000円ちょいで買えるみたいです。じゃあちょっとベルサーチ聞いてみましょうか。あ、ハマッチ？あ、200、あ、6000円ぐらいか。うーん、エクスペンシブ。150円下がった。 50? はい、計算機が出てきた。 This one 150. うん、プロブレム。壊れてる。It's final? How much? 120? No? 120? 3600円乗った。 80?80? 100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 0?
りバッグ屋さんがありました。おお、バッグもあるし時計もあるしモンブランの万年筆もあるし何でもありますね。すごい量の扇風機やな。おー、メイク系も売ってますね。これは色を見せて作っとるんかな。へー、シュガークリスタル。あー、でもめっちゃ綺麗、かわいいな。これかわいいな。ナイキとシュプリーム。シュプリーム、おー、綴りは合ってる。 How much?35。 おー、1300円ぐらいか。あー、 15? 15? 25? 20? ここがギリギリラインか。600、700ぐらいがギリギリかな。 How about this one? This one 55 1500円。おー、まあまあ高いぞ。こっちの方が安い。こっちの方が安いのはなんでだ。厚みが違うからか。あー、なるほどな。いやー、でも絶対こっちよりかは安いと思うんだよな。500円よりちょっと安くぐらいいけるんじゃないかな。あ、これはプレイステーションだ。プレイステーション、惜しいな。あ、靴屋さんもいっぱいありますね。ナイキとかジョーダンとかいろいろあります。
建造が刺繍になってるのはタイにもベトナムにもなかったですね。マレーシアはちゃんとした刺繍で売ってます。もうなんかさっき値段聞いた1枚まあ2000円後半ぐらいって言ってたんで、どうなるのかな。まあ何枚か買ったら1枚1000円ぐらいでまあ OK、 まあ1枚35、まあ、ギリ35って感じでした。1枚1000円ぐらいたくさん買ったら。おー、 T シャツがいろいろありますね。Thank you. あのショップのお兄さんがずっと味の素味の素って言ってました。面白い、ちょっと釣られた、ちょっと待って、かわいい。面白いな、どうやって覚えたんかな。味の素、味の素ね。How much? This one? うん、 This one I need for you 45? 45? おー、1500円近いな。40, 1200円。はい、では今回の動画いかがでしたか。私両替してやってきたのに結局マスクしか買わなかったです。でもショップ以外にもレストランだったりとか焼き栗とかジュースとかそういう店舗はちらほらあったので、まあ、食も楽しめるなと思いました。今回も行った気分で楽しんでいただけてたら嬉しいです。で今夜の10時半なんですけども、だいたい10時頃からお店が畳み始めていて、今もうだいぶ入り口の方は明るいんですが、これより奥に行くともう真っ暗な状態でした。なのでもしクアラルンプールのチャイナタウン来られる方は夜の10時までに来るようにしましょう。というわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。